が通るまで煮込んでいきます。そして今日は、和風ポトフにするので、これは、カツオと昆布の合わせだし、だしの素を入れます。塩麹を少し入れます。塩麹をちょっと入れることですごく味に深みが出て、でまろやかになります。野菜の旨味もすごい出るので塩麹がおすすめです。おいしい。先にブラックペッパーも入れときます。茹でて冷凍してあったブロッコリーも投入します。はい、どうぞ。これで少し煮込んでいきます。ブロッコリーから水分が出て薄くなったので少しだけ醤油を足します。でこれで煮込んでいきます。和風塩麹ポトフの完成です。メインを作っていきます。ほうれん草を使います。明日、姉ちゃんと姉ちゃんの旦那さん、兄ちゃんが1泊2日で泊まりに来るんですけれども、日曜日はもう4時ぐらいにはここを出ると思うんで、ちょっと今日のうちである程度仕込みをしとこうかなと思って、今日の晩ご飯はパパッとできるやつにしました。めちゃめちゃ簡単です。パスタを入れていきます。サーモンとほうれん草の和風クリームパスタ完成です。盛り付けていきます。じゃん、美味しそう。サーモン
贅沢だ。サーモンがめちゃくちゃ大好きなんですよ。なんか幸せにてるだけで。よいしょ。はい、どうもサーモン。よいしょ。わお。最近はよくお水を飲んでます。よし、できました。運びます。よいしょ。いただきます。お疲れ様です。自分で言うのもなんなんですけど、めっちゃ美味しいです。自画自賛めっちゃ美味しい。塩麹で作る和風ポトフです。もう寒くなってきたらやっぱりあったかいスープとか、なんかやっぱりあったかいものがすごく欲しくなりますよね。塩麹でちょっと味付けしてるんで、なんかすごい甘みがすごくあります。自然な甘みが。
先もうまっ、うまっ、うん、めっちゃうまっ、うん、めっちゃ美味しかったです。もう大満足、お腹いっぱい、ごちそうさまでした。なんかめっちゃ寒くなるみたいなんで、体調の方皆さん気をつけてください。それでは。分かった分かった、ちょっとだけ待ってな。